庄司駅は大阪府豊中市庄司にある大阪モノレール本線の駅。駅番号は14。当初の計画ではこの駅の設置は盛り込まれていなかったが、千里中央から芝原までの駅間が長いため、この周辺の土地区画整理事業の結果誕生した。島式ホーム一面二線を有する高架駅。改札口にはモノショップが併設されている。現在は、 モノショップは閉店し、プドが設置されている。小ぶりなロータリーを持つが、バスはすべて、中央環状線上にあるバス停に発着する。2019年時の1日平均の乗降人員は13,269人で、大阪モノレールの駅全18駅中9位。開業後の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り。当駅付近は、標高が、 比較的高く、かつモノレールが高架を走行しているため、当駅から大阪平野への眺望は抜群である。中国ハイウェイバス登りの西脇営業所、アスティア火災発の未停車し、下車のみ可能。下り大阪駅発、急行アスティア火災駅の乗車は、柴原半大前駅で対応している。日本交通の鳥取、倉吉、米子からの大阪行高速バスが、梅田経由便。 新大阪経由便、梅田止まりのみ停車し、中央環状線沿いのバス停で下車のみ可能。なお、鳥取、倉吉、米子方面行きは、バス停が設置されておらず停車しない。内は、駅番号を示す。ありがとうございます。